皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。っさん TV っさんでございます。えー、本日はですね、バイデンさんが名誉ある賞を受賞しました。ということなんですが、 本日、サルシバイシリーズとしてやらさせていただきたいというふうに思っております。おりますが、ちょっと直近ですね、えー、登録者さんがありがたいことに、結構増えております。ありがとうございます。で、また3月、結構ですね、ずっと横ばいだったんですけれども、その横ばいの実はバックヤード、裏側で何が起こっていたかと言いますと、えー、チャンネル登録を解除される方がたくさんおりました。 しかしながらありがたいことに、それとほぼ同数ぐらい登録してくださる方もいて、横ばいだったということで、月に入って てからと総合しますと結構な数の視聴者さんが入れ替わっているという状況が見て取れますなのでちょっとサルシバイシリーズって何なのというところ簡単にご説明させていただきたいと思いますが遡ることアメリカ大統領選挙ですね一番こう熱を帯びていた時期まで遡ります、えー、当初はですね、えー、結構そのままあのニュースを拾ってまとめて放送できたんですけれどもちょっとそのうちいろいろ検閲的なものが厳しくなってまいりまして えー、出せないようなニュース、あとはその出せない名前ですね、えー、P さんとか、あのー、鈴木さんとかですね、トラさんとか、梅さんとか、売田さんとか、いろんな、まあ、言い方、いろんなチャンネルさんが工夫してやっておりますけれども、えー、まあ、広告がつかないであったりとか、あと、私も一回ありましたが、警告が来るということもあります。で、それが続くと、チャンネルそのものがなくなります。 え、なのでどうしてもですね、それでも皆様にお伝えしたいということであると、それなりに工夫をしなければいけないということになります。もちろん、YouTube という舞台をお借りしてですね、こういう活動ができておりますので、YouTube の、おぉ、さんにはですね、感謝をするとともに、YouTube の定めたルールというのは厳守しなければいけないというふうに思っておりますが、そういった事情がありまして、ということであるんだれば、ああ、まあ、 いろいろその自由が効いている左派の方向からですね、ニュースというのを取り上げて、で、バイデンさんを称賛しているようで、そうでもないぞという内容にしてみたら、結構いろいろお伝えできるんじゃないかということで始めました。 で、いざ始めてみるとですね、あの、私、YouTube をやってる上で結構悩みがありまして、表現力の、という悩みがございます。えー、どうしても硬くなってしまうというですね、その A 型特有の悩みがございまして、えー、なんとかですね、えー、もっと表現を広げたい。例えばこう、 皆さんの方をちゃんと見るとかですね、そういう細かいことからそうなんですけれども、えその中で違う表現ができるこの猿芝居というのはもしかしたら自分にとってですね、将来に対する投資になるんじゃないか、勉強になるんじゃないかということで、ちょっとこれも大事にしていきたいなという意図がございます。よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、では本編参りたいと思います。えー、まずはですね、こちらのニュースご覧ください。はい。 えー、バイデンさんがですね、えー、賞を受賞されました。名誉ある賞ですね。どんな賞なんだということで、私ニュース食いつきまして、なんだなんだって読んでみましたところ、ピノキオ賞と書いてあるんですね。なということで。ピノキオ賞。なんだこれはということで、調べてみましたところ、複数のピノキオ賞が確認できました。 で、世界でのなんかジャーナリストとかですね、そういうこう人権団体とかファクトチェック団体みたいなとこがやっているピノキオ賞というのもあるんですが、今回このバイデンさんが受賞されたピノキオ賞というのは、ワシントンポストがやっているピノキオ賞ということになります。えー、2007年ですね、ワシントンポストがファクトチェック報道を開始しました。それに伴って設けた賞ということ、 ことでございまして。えっ、ー、とですね、記事によって違うんですけれども、0ピノキオから4ピノキオまであるという内容もあれば、1ピノキオから4ピノキオという内容もあります。で、私の調べているところ、1ピノキオからさらによ、4ピノキオの上の最上級ピノキオまでの5段階のピノキオ賞がありました。それをまずご説明させていただければなと思います。まずは、1ピノキオ賞。一部5人や事実の つまみ食い。次、2ピノキオ賞。重大な事実欠落や誇張。次、3ピノキオ賞。深刻な事実誤認や明白な矛盾。そして、4ピノキオ賞。大嘘。ということでございます。 えー、そして、この4ピノキオ賞のさらに上に最上位になるピノキオ賞が2017年に創設されました。それが、底なしピノキオ賞ということでございまして、事実と異なる主張を20回以上繰り返すと受賞できるということでございます。で、これ2017年ということでピンときたも方もいると思うんですが、えー、バリバリサハメディアでありますワシントンポストさんが、 トランプ大統領に受賞させるためにわざわざ作った最上位の賞ということでございまして、トランプさんはすでに4回以上そこなしピノキオ賞を受賞されているということで、まあレジェンド扱いになっているということですね。まあぜひですね、CNN であったりとかですね、 えー、まあワシントンポストさん、ニューヨークタイムズさん、なんかにもですね、ぜひ、あの、そこなしピノキオ賞をあげてほしいな、というふうに思う次第でございます。そして、今回、バイデンさんがどのピノキオ賞を受賞したんだということになりますが、やはりですね、えー、どうしてもトランプさんには、まだまだ及ばないのかなというところ、これ、致し方ないのかもしれませんが、4ピノキオ賞大嘘 ということで、4ピノ教賞を受賞したということでございます。おめでとうございます。はい、えー、サルシマイシリーズですね、実はもうちょっと前にもやりたいなと思っていたんですが、これといってですね、3月の終わりぐらいからかな、半ばぐらいからかもしれませんけれども、バイデンさんのニュースというのが、とにかくですね、減っていくというのを実感しております。 たくさん今ニュースをですね、こうし、拾っていっておりますので、どうしてもですね、バイデンさんですと、売り上げが芳しくないということなんですね。CNN、ワシントンポスト、ニューヨークタイムス、えー、まあ、フォックスニュースも偉いことになってるみたいですけれども、たくさんのメディアがですね、やはりトランプさんのニュースを取り上げないということで、売り上げが激減しております。激減です。もうとんでもない減り方をしておりまして、 えー、悪くても、良くても、減っていなくても2割ぐらいは減ってますね。ホックスは半分ぐらい減ってます。50%近く減ってます。というような、えー、状況になっておりまして、どうしてもバイデンさんだとその売り上げが立たないというところがありますね。バイデンさんも実に頑張っておりますね。私のチャンネルでも取り上げさせていただいておりますが、 まあ、言い間違いなんかはお手のものということで、カンニングペーパー見たりとか、あとワンちゃんと協力してですね、警備員噛んでみたりとか、タラップのところでですね、3回ぐらいこける、ではなくてアクションシーンですね、を演じてみたりとかということで、バイデンさんもやはり頑張ってはいるんですが、どうしてもですね、トランプさんのその引きつける力というのには、1本も2本も及ばないというところでですね、その力の、まあ実力の違いが今回の ピノキオ賞というのにも如実に出てしまったんじゃないかなということでございますので、バイデンさんにはですね、えー、もうしばらくですね、頑張っていただきたいなと思う次第でございます。はい、えー。そんなですね、バイデンさんが今宿泊して頑張っている中、かつてですね、バッテリーを組んでいるように仲の良かった CNN が、バイデンさんに向かってとんでもないけしからん記事を出してきました。 こちらでございます、はいえー。バイデン大統領の問題は店頭やメモ頼みの会見飼い犬ではないという記事でございまして、えー、現在です、ね、保守メディアもしくは保守の方が、ね、SNS などを通じてバイデンさんに対して批判を繰り広げているんだけれどもその批判というのは例えばバイデンさんが読み間違えたとかカンニングペーパー持ってるよとかですね えー、記者の番号を振って、えー、質問する順番とか確認してるとか、一日のスケジュールをホワイトハウスから分かりやすいのメモみたいなのを渡されてるとかですね、えー、犬が噛みついたとかですね、えー、飛行機上がるときにタラップでこけ、えー、てるいやでも、アクションシーンを演じてるとかですね、えー、そういった取るに足らない批判に終始していると。 言うけれども、本質はそこではなくて、バイデンさんの政策に目を向かなければ、ちゃんとした批判になってないだろうというですね、土直球を投げてきたんですね。こんなことは分かってるから黙ってろっていう話なんですけれども、この記事の中ではですね、バイデンさんが直近でですね、インフラ計画というのを、すごい大きなインフラ計画というのを発表しました。なんと、8年間で、 2兆3000億ドル。日本円にしますと250兆円を上回るようなインフラ投資計画というのを発表いたしました。まだ議会にはかけられていないと思いますので、これが行われるかどうかというのはまだ不透明でございます。はい。しかしびっくりしたわけですね。すごいなということなんですけれども、この内訳がひどいということを CNN が指摘しているということなんですね。で、 えー、ニュースによってかなり幅があるので、そこもお伝えしてさせていただきたいんですけども、あのー、この2兆3000億の中で、いわゆるインフラ、例えば道路とか橋とかトンネルとかですね、そういう、ういわゆる一般的な、まあ、そのインフラに対しての投資というのは、6000億ドル。 という,ふうに言われておりますただ少ないところでいきますと1000億ドルおおむね5%ぐらいというところから6000億ドルの幅がありますねどこが本当なのかというところはまだちょっとわかりませんけれどもただ2兆3000億ですからえじゃあ他何に使うのっていうことになると思うんですね、えー、その他ですね、えー、軍人さんの退役軍人の方の まあ、あの、病院の設備を良くしたりとか、介護施設を改修したりとか、学校を改修したりとかですね、えー、そういうものが数十億ドルというふうに言われております。まだまだたくさんのですね、資金がそこにはあるんですけれども、その資金をおおむね気候変動問題に使うということなんですね。なので、風力発電作ったり、地熱発電とかそういうクリーンエネルギーの発電所を作ったりとか、 あと、電気自動車を走らすための、普及するための電気ステーションを作ったりとか、そういったところに概ね投資をするための、このインフラ計画ということでございます。で、CNN としては、あの、それ大丈夫なのっていう疑問を投げかけている。おかしくないですかって話ですね。CNN がそこに疑問投げかけたら、バイデンさんやってられないんだろうということで、裏切るんじゃないっていうことなんですけれども、実は大問題がありまして、 えー、この大型のインフラ投資なんですが、8年かけて行われる予定になっております。8年かけて行われるんですが、その財源どうするんだって言った時にですね、なんと15年間、あの、税金を上げて、15年間の税収で賄うということで、最初から赤字確定計画でございます。大丈夫なのということですね。 8年かけて行うんであれば、その8年間でどれぐらい回収可能なのかというのが一つの目安にならなければいけないということなんですけれども、専門家的にはですね。倍いってるじゃないかと。最初から倍の計画なんてあり得るのということで懸念が持たれているということでございますね。はい。でですね、この増税に関してなんですけれども、まあ思い出していただきたいのが、副大統領討論会ですね。 カマラハリスさん、ガー・キンレイさんと、えー、ペンスさんがですね、副大統領討論会を行いましたけども、その中でペンスさんが、えー、バイデンさんは必ず増税すると、トランプさんがこんな減税してきたのに、ひっくり返して増税するぞと言ったときに、えー、カマラハリスさんが何と答えたかというと、えー、バイデンさんは増税の計画はあるけれども、年間40万ドル以上のお金持ちにしか増税しませんということを言ったんですね。 年間40万ドルですから、日本円にすると4000万円以上ということになりますので、まあ本当にお金持ちにしか増税しないという返答をしたんです。返答をしたんですけれども、なんと3月17日にですね、皆さんご存知、サークルバックさきちゃんが、えー、今回ですね、サークルバックしなかったんですね。サークルバックせずに余計なことを言ってしまいまして、えー、まあ記者から突っ込まれるわけですよ。 あの、結局増税するんじゃないのっていうことを突っ込まれますと、さきちゃんですね、サークルバックすればよかったものを、40万ドル以上の人にしか、増税しないというのは、従来から変わっていませんと。えー、ただし、40万ドルというのは、世帯収入ですって言って、ここでいきなり世帯収入が出てきてしまったんですね。じゃあ、もっと収入少ない人でも、 給与ですね給与がもっと少ない人でも結局、課税対象になっちゃうじゃんということですねいきなりサキちゃんがですね、まあ、隠していたのに行っちゃったということなんですがそしてさらにさらに法人税を上げるという話がその後またバイデンさんから出てきました21%から28%に上げるということでおおむねトランプさんが減税をしたところそれを全部帳消しにしてしまうというような法人税の上げ方になると。 いうことでございます。ただ、その法人の大きさによってですね、おそらくパーセンテージは変わってくるんじゃないかなというふうには思うんですが、えー、ただですね、中小企業、私も自分で小さい会社一応やっておりますので、法人税が7%とか変わってしまうと、当然ですね、じゃあちょっとこの仕事、アルバイト雇ってやってもらおうかとかですね、そういうところの微妙なところにどうしても影響してきてしまいます。えー、なので、 もちろん給与ですね。給与にも影響しますので、結局のところ、一般庶民に対する増税と変わりないじゃん、ということがだんだんバレてきてしまったんですね。えー、バイデンさんですね、一般庶民の味方だというところをアピールしたいがために、最低賃金を上げますっていうことをですね、えー、言っておりまして、これをなんとか覆い隠そうとしてたと思うんですが、いよいよですね、バレてきてしまいまして、本当にですね、えー、まあ、バイデンさんが 2024年までですね、お続けになるかどうかというところも心配なんですけれども、それ以前にアメリカ大丈夫なのかという心配まで、こうですね、えー、気になってきてしまう状況になってきたということです。そしてそんな中、最後のニュースなんですが、バイデンさんがですね、今攻撃して孤立化させなければいけないのは中国であります。中国であるにもかかわらず、ロシアも一緒になって攻撃するもんだから、 ロシアと中国がいろんな分野で今手を結び始めております。何やってんだっていう私からするとですよ。まあ、日本からするとと言った方がいいかもしれませんが。何やってんだという気持ちになっておりますが、そんなんですね、アメリカの行くが心配される中で、ロシアからこんなニュースが入ってきました。こちらでございます。はい。えー、プーチン氏続投可能に改正法成立、ロシアというニュースでございますが、ついに、ついに、 無限プーチンさん官僚のお知らせということでございます。えー、プーチンさんですね、えー、以前法改正をいたしました。法改正をいたしまして、ロシアの大統領というのはですね、1期6年の最長2期で12年なんですよ。で、以前の法改正では、2期終わった後に連続してまた大統領をするのはダメだけど、誰か一人でも、 違う人が挟まれば、また同じ人が2期やっていいよっていうふうに法改正をしたんですが、今回の法改正は連続でも OK っていうことになりましてですね。はい、これでまあ、あープーチンさん2024年に一応任期、2期目の任期が終わるんですけれども、そこで実際終わりなんじゃなかろうかという憶測があったんですが、 見事、無限プーチン達成ということで、2036年までですね、2036年、あと15年ありますので、83歳ですかね、えー、になるまで、一応続投可能な体制が整ったということで、まあ、ロシアはですね、後継者がいないというのはもう10年近く前から言われていることで、全然それが解決していないという状況があります。プーチンさんももしかしたら本当に続けたらどうか、その部分を考えるとですね、 疑わしいところではあるんですが、えー、ロシアはですね、盤石の体制を整えている中、アメリカ弱体化したら中国に関わっていられるのかというところ、我々日本人も心配なところでございます。では本日はあ、バイデンさんがピノキオ賞を受賞したというお話でございました。ご視聴ありがとうございました。